今日は牛久市おなばけにありますみずほの村市場牛久店にやってきました。このカントリーラインのねすぐ脇にあるので、みんなも見たことある知ってると思います。どんな野菜があるかな、行きましょう。みずほの村市場牛久店の店長菊池さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう入ってきた時に野菜がいっぱいあってすごくワクワクする。こちらできたのどれくらい前なんですか？10年ほど前に、はい、あのオープンしまして、はい、本店がつくばにあるんですけども、こちら牛久の、店舗ということで、私が店長を務めさせていただいております。やっぱり、ね、そのカントリーラインを取る時にすごく目立つ場所にあるので、はい、さーっと寄るのも簡単ないい立地だと思うんですけども、はい、たくさんいろんなお客さんもいらしていただけると思うんですが、結構都内の方からゴルフ帰りにあのお立ち寄りいただく方、はい、で、トマトをいっぱい買われるお客様結構いらっしゃいます、はい、私近所の方が来るのが多いのかなと思ったんですけど、いえあのゴルフ帰りの方結構多いです。いいですね、はい、ね、ゴルフ場も近いですし、はい、いいと思います。野菜だけじゃなくて、はい、他にもお米だったりとか、はい、あとは青果系の花だったり、あと緑のものも扱ってるんですよね、はい、こちらもやはりその近隣のとこから、はい、そうですね、もちろん国内産だけにこだわってます、はい、で、強いて言えば茨城県産でご用意してます。入ってきて今目の前こちらじゃん、たくさんのさつまいもたちが並んでるんですけども、こんなにいっぱいの種類を見るのが私あんまり経験がないので、はい、あと熟成って書いてあったり書いてないものがあったりするんですけど、はい、その違いは何ですか？熟成は去年に収穫したさつまいもを農家さんの方で冷蔵保存をして、はい、で甘みを糖度を高める工夫をしてます。市場にはなかなか出回らない商品で、うん、焼き芋屋さんなんかが、全部先に買い付けてしまうとっていうものですね。新鮮な方が美味しいとか甘いとか思うんですけど、いえさつまいもの場合は熟成させて寝かせた方が糖度は上がります。芽とか生えてこないんですか？ちゃんと管理しながら保存するというのはコストがかかるんで、あんまり農家さんやりたがらないっていうところで、ちょっと甘みなどを増してた、はい、菊池さんもうねたくさん試食がもう見えてるんですよ見られちゃいましたか？いろいろ食べてみたいんですが、試食させていただいてもいいですか？どうぞ。ありがとうございます。では早速こちらがシルクスイートという品種だそうです。2012年に登録されて絹のような滑らかなのが特徴。いかどうかな、いただきます。甘さが優しい、ホクホクしてるというよりもちょっとねっとりとろっとした感じで、ずっとお口の中に残る甘さがめちゃくちゃ優しい、美味しいです。これ単体でお茶受けとか、そのお茶があってこそのこれで引き立つような優しい甘さ、めちゃくちゃ美味しいです。次行ってみよう。そして次がこの姫あやか。もうお芋を見ただけでちょっと今までのお芋さんよりもちょっと小ぶりだなというのはもう見てわかるんですけども、色もちょっとさっきよりオレンジがかったりとか紫とかいう感じじゃなく、よーく見るお芋さんです。いただきましょう。さつまいもって蜜がたっぷりだったりとか、あのお芋の中の筋とかがさつまいもっていう感じはするけども、これねどっちもないの。全然筋っぽくもないし蜜っていう感じもないけど、すごくお口の中がめちゃくちゃバランスいい。このままふかして食べるとちょうどいい。なんか子供の時の家に帰った時のおやつみたいな感じかな。これだとねたくさんパク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 食べられちゃう。そしてこちらが福紫。もうね紫っていうよりもうポリフェノールの塊みたいな、すごい濃いしっかりした色してる。味の想像がつかない。いただきます。もうねこれはめっちゃねっとり、甘みもすごい深くて、クッキーやお菓子作りなども最適らしいんですけども、なんといってもこの色が特徴的、すごい紫で紅はるかに近いのかな、そう匹敵するぐらいの甘さだそうです。そうとても美味しいですよ。そしてこちらが生落花生。
でもね、めちゃくちゃ大ぶりなのよ。ドワン。こちらも試食させていただきます。先ほど聞いた話だと、このちょっと大きいものを茹でるのは45分かかってしまうそうなので、こちらでは試食で出しているものは焼き芋と一緒に焼いているそうです。ブリブリ、いただきます。普段食べてる落花生と違う、なんていうんだろうな、柔らかいナッツ、いやナッツはナッツなんだけれども、本当に木の実のいい香りもするし、周りの中の渋皮みたいなとか薄皮もうすごいいい香りがする。美味しい。パンパンに入ってんの。結構な重量感だよ。はぁ、菊さん、全部美味しかったです。こんなに召し上がってそう、あとごめんなさい、試食と言いながら物によっては 2,3 個食べてしまいました。なんか私今まで、まあ、お芋さんもそんなにたくさんいろんな種類を食べることもなかったですし、はい、あと落花生、私今まで茹でたのぐらいしか食べたことなかったんですけど、はい、焼いてじっくり焼いて、はい、割った時のあの中の落花生がツヤツヤになってて、はあ、で食べた食感も全然違って、すごく新しい発見です。ありがとうございます。人気物だったりとか、あとなんかね、はい、ちょっとこちらもちょっと寂しくなってるなと。こちらは金曜日から地元の施設の方がお作りになったクッキーを置かせていただく予定です、はい、じゃあいろんなやっぱり時期によっていろんな野菜もそうなんですけど、はい、これクッキーなど、もちろんケーキっぽいのもどっかで見たんですよね。カップケーキなんかもこちらにご用意する予定です、はい、いつ来てもいろんな新しい商品が出てくるので楽しいですね、なるべく近隣のお客様が多いので、はい、なるべく品物を変えて、はい、お楽しみいただけるように工夫はしてます。楽しい、はい。さてさて、天の声からちゃんみよです。みずほの村市場さんといったら、こちら、おなばけ巻きです。なんと新しくツナ味が登場したとのこと。こちらは土日限定販売なので、週末ぜひおなばけ巻きをゲットしていただきたいです。予約もできますよ。続いてこちらは赤ニンニクです。新商品も続々増えていくと菊池店長がおっしゃっていましたが、NPO 法人ソア&ソアレさんと一緒にこちらのニンニク作っていくそうです。貴重な箇所も販売するそうなので、乞うご期待です。ではでは、現場にお返しします。今後、この、みずほの村市場が、こういう風になっていったらいいなとか、野望とか展望とか、ありますか？目標とか。そうですね。まだまだ、ご存じないお客様が多くて、はい、場所もちょっと、まあ、入ったところにあるもんですから、はい、なかなかちょっと、足を運びいただけないお客様も多いので、ぜひ皆さんに一度お越しいただいて、はい、まあ、召し上がっていただければと思います。本当にいろんな種類があって、なんだこの野菜はと思うものを私もいくつかさせていただいたので、はいはい、本当にね、そのね、先ほども私もちょこちょこと試食させていただいたんですけれども、はい、だってみんなに来ていただいて新しいものを見て、そうですね、食べてみて、はい、買っていただいて、そうですね、いただきたいと思うんですが、やはりそのこの動画を見て、はい、あ、じゃあ行ってみようと思って来た方に何かちょっといいことがあればいいなとおねだりしたいんですけれども、じゃあちょっと私の独断でじゃあやっちゃいましょうか、はい、ね、私どもで情報発信している LINE がございます、はい、で LINE 登録をしていただいた方にはまあ、ちっちゃいですけどもミニソフトクリームをサービスさせていただきます。高橋さんやるよやらせていただきたいと思いますので、じゃあぜひ QR コードを読み込んでいただいて、ミニソフトも時間が決まってるんですよね。オーダーストップは5時45分まででございますので、9時から大丈夫、9時30分の開店から5時45分まで大丈夫です、はい、その間に皆さん来てお買い物して LINE 登録して、はい、ミニソフトいただきましょう。じゃあぜひ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。私もその方に来ていろいろ買い物したいと思いますので、これからも頑張ってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では皆さん待ってるよ。